本日紹介する iPhone のアクセサリーはこちらになります。ライトニングケーブル。もう皆さん見てわかるように最大の特徴はこの短さ、 0.1 メートル。こんなに短いライトニングケーブルを紹介していきたいと思います。僕ね、ずっと待ってたんですよ。なんでかっていうと、まあ私バッテリーとかこうやってね、ちっちゃいポーチに入れて持ち歩いてるんですね。ここに、まあ、あの外部バッテリーとこうやってケーブル、こうやって持ち歩いてるんですよ。なので長いアップル純正のものだとくしゃくしゃってなっちゃうし、ケーブル絡んじゃうじゃないですか。だからね、もうずっと待ってたのがようやく出てくれました。いや、短いっていいですよ。持ち運びに便利で、充電するときはこんな感じ。じゃんじゃん、よいしょ。どう、なんかこうやってさ、電話とかするときもさ、干渉しないし、なんか短くてよくない？こうやって持ちやすいし。やっぱこれがね、アップル純正のものになると本当に1メートルぐらいあるんで、電話するときとか、充電しながら電話するときとか結構しづらいじゃないですか。そんなね、心配がないんですよ。めっちゃ短い。充電するだけじゃなくてね、もちろん同期もちゃんとできるんで安心して使えます。で、ただ1点だけ注意してもらいたいのが、端子の部分の大きさなんですね。こちらがアップル純正で、こちらがこの 0.1 メートルの短いケーブル。よく見てもらうと分かるんですけど、ここの部分がちょっとね、大きいんですね。なのでケースと干渉する可能性があります。例えばですね、私の今現在使っているケース、このような形なんですけども、まあ革なんでね大丈夫なんですけど、もしこれがポリカーボネートとか結構厚手のものだったら噛んじゃうんですね。刺さらない場合があります。この点だけ気をつけてください。このケースはね、問題なく使用できます。結構ね、 iPhone の充電ってすぐなくなってしまうものだったりとか、まあ外で充電や同期したいっていう方は多いと思います。そんな方にね、便利な短いケーブルです。気になった方チェックしてみてください。おすすめです。バイバイ。